はい。イワピアラブです。ミネシマ社長、三河さん、アクセスジャーナルの山岡俊介さん、三代目広司さん、三崎祐太さん、折原さんは、もともとは仲間でした。 現在は、峰島社長、三河さん、アクセスジャーナルの山岡さんの、大塚万吉グループと、三代目広司さん、三崎優太さん、折原さんの、松浦大輔グループが、 バトルを繰り広げています。こちらが、水戸大ーの峰島社長になります。峰島社長は、水戸大ー時代は、松浦大輔グループの参加として、 三崎優太さんたちと一緒に活動をしていました。えー、その頃はね、三崎優太さんや三代目ひろしさんと仲間でした。こちらがグローバルアジアホールディングスの 三河さんになります。こちらがアクセスジャーナルの山岡俊介さんと大塚万吉さんになります。えー、それらのグループと 敵対しているのが幸福の科学の三代目ロシさんになります。三崎雄太さんになります。エンターテイナーの折原さんになります。 折原さんは、ツイッターのスペースで、よく、ゼットリーと一緒に、放送をしています。しかし、冒頭でも言ったように、もともとは、大塚万吉グループと、松浦大輔、 蝶動員グループは仲間なのです。中曽根康弘さん、石原慎太郎さんと、大塚万吉さん、松浦大介さん、蝶動員さんは、結託している関係でした。 えこれはね、峰島社長とか、え、崎サ太さんなどもね、言っていたように、え、もともとはね、この辺の人たちはみんな仲間だったわけですね。うん。えー、まあもっと言ったら、ミル姉さんとかね、えー、トモローさんとか、まあこの辺もみんな仲間なんですよね。うん。あの、ミル姉さんはもともとはね、あの、三代目ヒロシさんの、 バーで働いていたわけですし。うん。だから、まあ、なんだかんだこの辺はみんな仲間なんですよ。うん。で、みんなね、この辺は結託して、えー、いろいろやってたんですよね。うん。なのでね、これはプロレスではないか、というね、あの、疑惑もずっとあるわけですよ。うん。 もうそれぐらいね、この大塚万吉グループと、えー、松浦大輔グループ、ど度院グループというのはね、もう長年結託してるんですよね。うん。ということでね、まあ、遅かれ早かれ、またみんな仲良くなるだろうということは思っております。ご視聴いただき。 ありがとうございました。